皆さん、こんにちは。こんにちは。兄貴、前回デストラゴスの育成の準備は完了ですかね？まだだ、まだ終わらんよ。ベクタ会食をやらないと、サマサ人が相手にしてくれないぞ。よそ者は相手にしてくれませんね。サマサ人は。よし、ということで、ベクタ会食の本番を終わらせるぞ。その前にガウの放牧と、経験値のクリアをやっておく。まずは、ガウの放牧ですね。うむ、ベクタ会食後は、ディナトロック以外は離脱するが、ガウだけは、獣が腹に放牧しておけば、回収が可能だ。兄貴、会食のメンバーはどうしますかね？うむ、ディナトロックとシャドウデイは。セッターは遅すぎるという、致命的な欠陥があるからな。まずは、ディナトロックの経験値をクリアですね。うむ、ディナトロックは、ここでやっとかないと、次に経験値がクリアされるのは、崩壊後だからな。会食24人はやらないで、会食の回答も適当ですね。あとは、ガーディアン戦で自爆して終わりだ。よし、これでティナトロックが綺麗な身になったぞ。ああ、いいですね。ティナトロックの経験値は、まだどっかで使いますかね。いや、我々は素人だからな。先のことはわからんから、なんとも言えないな。とりあえず、会食の経験値はシャドウに押し付ける。セリスを用意するのが面倒ですが、セッターに押し付けてもいいですね。うむ、セリスはドアタイマーがあれば、サウスフィガロで何回も救出できるからな。それでは、本番のベクタ会食を進めていこう。我々は、飛空艇の墜落を回避したから、帝国城前に、まだガーディアンがおるぞ。所定の位置でメニューを開いて、イベントマスを回避ですね、兄貴。うむ、ドアタイマーでイベントマスを回避だな。さてさて、今回は本番だから、一応会食24人もやっておくぞ。兄貴、会食で満点を取っちゃうと、いろいろな場所で NPC がいなくなっちゃいますよ。大丈夫ですかね？うむ、もう開演を回収しちゃった後だからな。特に気にせず、満点を取りに行くぞ。兄貴、会食タイマーが発動しましたよ。会食タイマーの持ち出しはしないんですかね？うむ、このチャートでは、会食タイマーの持ち出しは不可能だ。厳重防衛線離脱を、チャートに組み込まないと無理でしたね。うむ、パーティー分割持ち出しは、見てる方はチンプンだからな。おっと、早手のかんざしですよ。先駆けの効果ですね。うむ、ベクタ会食で、あとアラームピアスも回収できるからな。ここにいるドアタイマーで生成される、レオ将軍は何かに使えませんかね。このレオ将軍は、イベントを持っていない単なる置物だな。おっと、逃げたらまずいサージェント戦ですよ。根性煙玉でサージェントは追っ払いましょう。いや、根性煙玉は失敗があるからな。失敗すると時間的にやり直しだから、ここはシャドウでぶちのめしていく。シャドウは短期じゃないと、離脱しちゃうかもですね。うむ、シャドウの本体は、アルブルグ出航のシャドウだからな。アルブルグ出航してないシャドウは、戦闘中に離脱する偽物だから注意だ。兄貴、時間的にどうですかね？間に合いそう？うむ、根性煙玉とかやってると時間的にカツカツだが、ぶちのめせば余裕だ。さて、2匹目のサージェントだな。ここもシャドウでぶちのめしていく。兄貴、シャドウの代わりにセッサーでもいいですね。うむ、セッサーでもいいが、低レベルのスロットだとワンパンできないぞ。せっかく育成したんで、どこかで使いましょう。まあ、待っているんだ。セッサーも使い道があるからな。よし、最後の一匹は、便所に隠れているからな。ああ、いいですね。あと1分以上残ってますね。さて、会食後は、帝国城へ侵入するのが難しくなるからな。
アイテムはこのタイミングで全部取っておく。おっと、アラームピアスですね。ハヤテのかんざしとセットで使いたいですね。よし、あとはメガアーマーをぶちのめすだけだ。メガアーマーは獣が腹に登録されません。知ってた？うむ、圧倒的ではないか我が軍は。経験値調整がないのは簡単でいいですね。うむ、そのためには、最強シャドウか、最強セッターが必要になるぞ。よし、会食の受け答えは、尺の都合かつ愛だ。兄貴、何回も経験値をクリアしてるので、全部覚えちゃいましたよ。アホか、経験値をクリアするときの会食は、ボタン連打してるだけだろ。よし、ここで親衛隊戦だが、特に何もない。兄貴、親衛隊タイマーが発動していますよ。なんとかしてください。いや、このタイマーの持ち出し方法は開発されてないから、どうにもならん。専門家が使い道を開発してくれるまで、正座して待ってるんだ。あーっと、ベクタ会食後に、シャドウが離脱しちゃいましたよ。まずいですよ。レベルが確認できないですよ。うむ、ゲナトロック以外は、ベクタ会食で全員離脱しちまったな。会食は、キャラを離脱させる効果があるから、育成に組み込みたかったですね。うむ、温存しておけば、育成に組み込めるが、我々の素人の知識では、それは不可能だ。会食後は、NPC 情報も更新されちゃいますよ。うむ、さらなる研究が必要だが、専門家の研究を待っているんだ。よし、シャドウが離脱しちまったので、このままシャドウのレベルクリアをしちまうぞ。セーブしてから一軒家に行って、勧誘するだけですね。うむ、キャラが離脱して、いるのはテナトロックだけなので、平均レベルは5だけど、一応このタイミングは、全員のレベルを見ているみたいだな。ということは、他のキャラはまだ離脱してないってことですかね。いや知らん。アセンブラコードを見るの面倒いからな。うまくレベルが下がったから、今回は、これでよしとするぞ。もしかしたら、セッサーだった場合は、うまくいかないかもしれませんね。さあ、ベクタ会食後は、もう飛空艇編成は使えないからな。兄貴、飛空艇が墜落状態ですよ。大丈夫だ。飛空艇墜落を回避していれば、操縦桿がついたままだ。よし、次はアルブルグを出航するふりだ。通常ですと、飛空艇が墜落して使えないから、この船に乗らざるを得ないですね。うむ、この船は、崩壊後から崩壊前にワープが可能な船だから、ここで出航させてはいけない。とりあえず、ロックのフラレイベントまで終わらせておきますね。うむ、出航してはいかんぞ。飛空艇バグが面倒くさいけど、しょうがないですね。うむ、出航イベントを残しておけば、崩壊前ワープ経路が2箇所確保できるからな。この崩壊前ワープ経路は使いますかね。いや、ロックとシャドウを編成したい場合に使えるが、まだ使うかどうかは未知数だ。というわけで、一応セーブしたんで、シャドウのレベルの確認がてら、乗り込んでみよう。兄貴、出航イベントは必須キャラがいないから、誰でやってもいいですね。うむ、ゲナが必要そうに見えるが、ゲナも必要ないからな。ということで、シャドウのレベルが確認できたからリセットだ。やりましたね、兄貴。アルブルグ出航イベントの温存に成功ですね。さて、一応、風魔壁監視所のお宝部屋が空いたから、回収しとくか。兄貴、飛空艇墜落のイベントマスは、まだ生きていますよ。うむ、ドアタイマーで華麗に回避だ。よし、お宝部屋を物色するぞ。兄貴、この倉庫には、めぼしいものはありませんよ。うむ、取れるものは取っとかないと、もやもやすっからな。さて、帰りも飛空艇墜落のイベントマスは、ドアタイマーで華麗に回避だ。兄貴、タイミングがバッチリじゃないですか。もはや、歩数合わせがいりませんね。
いや、たまたまだぞ。歩数合わせをして脱出するんだ。さて、いよいよ本題のストラゴスの回収フェーズに入るぞ。兄貴、ドアタイマーでストラゴスが出てきてますよ。まずは、ストラゴスの命名だ。なんと命名は、インターセプターがいれば、シャドウがいなくていい。マジか、インターセプターが、サマサのシャドウの本体でしたか。うむ、なんと、カジノ家まで、シャドウは必要ない。ということで、リルムも命名しておく。兄貴、外にもドアタイマーのストラゴスいますよ。カジノ家入りましょう。アホか、この段階だと NPC が足りないぞ。夜にするか、NPC を用意しないといけない。ということで、1回目の勧誘は、そのまま夜にするぞ。兄貴、ドアタイマーでインターセプターがいるときは、フリーズしちゃいます。うむ、インターセプターが消えているときに、宿屋に泊まるんだ。さて、カジノ家だが、右側のぴょんぴょんおじさんがいないと、フリーズするからな。カジノ家を進めるのに必要なのは、4人ですね。うむ、村長とかおばあさんは、村長の家と道具屋から移動してくるから用意しなくていい。さて、1回目の勧誘は、イベント通りだから、そのまま進められるな。兄貴、2回目はどうすんですか？まあ、待っていろ。すでに2回目をやる方法は開発されてっからな。兄貴、1回目のストラゴスは、レベル6で回収ですね。うむ、平均レベル、プラス2だな。さて、カジノ家も本番だからな。エンカウントもこなしておくぞ。バルーンは自爆されると、経験値が入っちゃうから注意ですね。うむ、一応、1回だけエンカウントすればいいが、3種類の編成がいるから、全部とエンカウントしておく。兄貴がルールだから、勝手にどうぞ。うむ、あとは、挟み撃ちしてくるバルーンだ。いやいや、それはエンカウントしなくていいと思いますよ。あとで、獣が腹でも挟み撃ちしてきますよ。うちは、全部のエンカウントを一応調べてっからな。さて、あとは、ゴミを回収してから、ボス戦だ。兄貴、ロッドは、ベクタ会食をしたから、購入可能ですよ。ギルも前回集めましたよ。よし、やることはやったから、ボス戦行ってみるぞ。兄貴、大変です。シャドウもセッターもいないむき身ですよ。フレイムイーターのファイラでワンパンされちゃいますよ。これは、普通の低レベル攻略と同じでまずいですよ。安心しろ、すでに前回の作業で克服済みだ。失敗はありえん。マジか、まずは、魔石精錬で、バルーンの自爆を封印ですね。見たかうちのティナは、前回集めた無敵装備で、完全防御可能だ。あとは、トランスティナの氷のロッドが炸裂だ。食らい上がれー。トランスティナの一撃を。やりましたね、兄貴。我が軍の完全勝利じゃないですか。うむ、この冒険でティナが活躍できるのは、ここだけだ。それだと、あとは、フンババに殴り物にされるだけじゃないですか。この冒険では、ティナは育成対象外だからな。しょうがない。さて、これで、シャドウを編成していなくても、サマサを進めることができるのがわかったな。おっと、隠し宝箱の形見の指輪ですね。さて、サマサのシャドウ離脱イベントだが、そもそもシャドウは連れてきていない。着々とシャドウ離脱イベントが減っていきますね、兄貴。兄貴、次はリルムの回収ですかね。いや、うちは崩壊前のリルムは回収しないぞ。リルム編は、次回以降だ。今回はストラゴス編だからな。まずは西の山で、ストラゴスのレベリングだ。西の山は、バニッシュ状態なら、攻撃を食らいませんね。うむ、無敵装備が使えるのは、ゼリスとティナトロックだけだからな。ということで、アクアブレスでバリバリ倒していく。え？
ーテルをいっぱい買っておいた方がいいですね。うむ、適当にストラゴスのレベルを、レベル31まで上げたぞ。いやー、今回は作業を押し付けられなくてよかったですよ、兄貴。うむ、作業は、西の山で40分程度だったからな。さて、魔石を装着してレベリングが終わったら、イガロでセーブをしておくぞ。よし、ストラゴスの全滅レベルダウンは狂ってるからな。一回しか見せないからな。兄貴、大丈夫？一回で覚えられる？手順を間違えるとマジで固まるぞ。まずは、イガロ城の地下に侵入だ。ドアタイマーの歩数合わせで、イベントマスを回避ですね。うむ、そのまま最奥まで進むぞ。兄貴、エドガーと触手がいますよ。大丈夫？うむ、ここで崩壊後の触手をぶちのめすぞ。兄貴、エドガーがまだ潜っちですよ。やられちゃいますよ。大丈夫だ。ストラゴスのレベルが上がってるからな。まずは、左下の触手をデスで仕留めますね。うむ、デスが失敗するかもしれないが、定石通りだな。兄貴、ストラゴスの氷のロッドをぶち込みましたよ。うむ、あとは前回集めておいた、スーパーボールを連射だ。ああ、サクッと終わっていいですね。これなら、何回もできそうな気がしてきましたよ。さて、では地上に戻るぞ。ここでもグッチは回収したからな。帰りは、イベントマスを踏んで、城を浮上させてはいけないぞ。所定の位置でメニューを開いてから、脱出しますね。うむ、上出来だ。イベントマスを踏んだら、一時崩壊後にワープしちまうからな。よし、ここでロックを先頭にしてから、サウスフィガロに向かうぞ。次はセリスの回収ですね、兄貴。ロックが先頭じゃないとフリーズですね。うむ、地下までの移動はカットしたぞ。セリスがまだいないから、所定の位置でメニューを開いてから、イベントマスを開始するぞ。セリスがいないとフリーズしちゃいますね。よし、鎖のセリスの回収だ。隊長が消えてる時がチャンスだぞ。隊長が出てる時は、セリスが動けなくてフリーズですね。帰りはセリスがいるから、回避にミスってもフリーズはしませんね、兄貴。うむ、上出来だ。それでは、オペラ劇場に向かおう。オペラ劇場は、ドアタイマーで侵入しますね。うむ、そのままネズミ部屋に向かうぞ。兄貴、ネズミ部屋で全滅して、4トンオルトロスの復活まではやっちゃって、セーブしといた方がいいかもしれませんね。うむ、そうとも言えるが、1日消費するから、一旦はこの手順とするぞ。ネズミ部屋で全滅しましたよ、兄貴。よし、これで4トンオルトロスが復活だ。兄貴、サイドドアタイマーで侵入しましたよ。うむ、ここは温存しておいた、控え室のオルトロスの手紙の出番だ。兄貴、控え室の手紙じゃないとダメですかね。うむ、PS 版は控え室の手紙じゃないと、マリアセリス問題を克服できないぞ。よし、それでは、オペラを追っ始めて、オペラタイマーを外に持ち出すぞ。ついに来ましたね、オペラタイマー。素人でも理解できますかね。よし、このままドアタイマーでオペラを離脱だ。オペラを離脱したら、飛空艇でフィガロ城に向かうぞ。兄貴、所定の位置に飛空艇を着陸させましたよ。うむ、適当な位置だと、この後イベントマスで、崩壊後にワープした時、飛空艇が取れないからな。兄貴、崩壊後ワープスイッチを、オンにしますよ。うむ、上出来だ。目の前にファルコン号が来ているぞ。それでは、ファルコン号に乗り込むぞ。外は修羅の国だから、雑魚に注意だ。兄貴、崩壊後の所定の位置にファルコンを着陸させましたよ。うむ、この着陸位置が、崩壊前のオペラ劇場の前だぞ。よし、一時着陸後に浮上して、フェニックスの洞窟に向かう。兄貴、フェニックスの洞窟のパーティー分けです。どうしますかね。うむ、
編成位置は決まっているからな。画面の通りだぞ。飛び降りますよ。大丈夫？よし、飛び降りたら、ティナは動かしたらあかん。パーティー2のロックを所定位置に移動だ。これでいいですかね。うむ、上出来だ。メニューを開いて、ロックとマッシュを交代するぞ。兄貴、これでいけてますかね。右下がバグってます。うむ、右下はオペラタイマーだな。止まるまで、この場でハウスだ。あーっと、なぜかオペラが失敗しましたよ。うむ、オペラ失敗で、選択中のマッシュのパーティーがオペラ前に帰還だ。飛空艇に乗り込んだら、パーティーチェンジすると、ティナのパーティーはネズミ部屋におるぞ。メニューを開いて、ティナとロックを交代しましたよ。うむ、上出来だ。ここから、客からのネズミ避けをしていくが、今回は、経験値を受け持つモグッチがいるので、経験値はすべて、モグッチに押し付けるぞ。兄貴、もしかして、ネズミを避けなくていいの？うむ、この狂っている手順に、ネズミ避けが足されたら、成功するわけがないぞ。よし、このままティナのパーティーも、オペラを離脱して外に出るぞ。やりましたね、兄貴。パーティー分割持ち出しってやつじゃないですか。うむ、ストラボスの育成は、この状態を作るのがマストだ。まずは、マッシュと海援だけのパーティーを、ま、列車に送り込む。飛空艇を迷いの森の下側に移動させましたよ、兄貴。うむ、このまま列車に向かうぞ。兄貴、迷いの森と列車を残しとかないとできないですね。今頃ですが。うむ、この手順だと、一部のイカれた奴ら以外は、ストラボスの育成はできないな。兄貴、なんとかしてください。これは難しすぎる。さて、マッシュのパーティーは、リフレクトリングを装備してないと、魔法でやられちゃうから注意だ。よし、列車の4両目に入ったら、このまま待機だ。ティナのパーティーに切り替えましたよ。ティナのパーティーは、フィガロ城に向かうぞ。カジノ家への突入パーティーは、ティナとロックだけがマストだ。まだ、モグッチが邪魔ですね。ここでモグッチをエドガー化するぞ。モグッチをエドガー化すれば、モグッチのレベルをクリアできますね。うむ、そして客下登場後に、ロックに話しかければ、ティナとロックだけのパーティーが用意可能だ。やりましたね、兄貴。この手順しかないですね。本当？うむ、一旦エドガー化して、エドガーのレベルが10になるが、全滅後は、なかったことになるからな。よし、それではティナが出てきたので、このままフィガロ城を離脱だ。兄貴、完璧です。ティナとロックだけになりましたよ。うむ、カジノ家への再突入準備が、すべて整ったぞ。それでは、飛空艇でサマサに向かおう。兄貴、大丈夫？これ何回もできる？アホか、示した手順通りにやるだけだぞ。フリーズするポイントだけ注意だ。さて、マッシュたちを列車の4両目のイベントマスに置いてあるから、おっさん2人も待機しているぞ。兄貴、ストラボスと子供が表示されている時に話しかけましたよ。うむ、最後のハマりポイントだな。必要な NPC が表示されてないと、フリーズだな。よし、これでカジノ家への再突入が可能であることが、証明できたぞ。兄貴、これは通常のプレイでは、実現できませんよ。うむ、ストラボスのレベルは、10に下がったな。あとは、バルーンで全滅すれば、ストラボスの全滅レベルダウンが完了ですね。よし、バルーンに自爆される前に全滅するぞ。兄貴、6匹の編成が出たから、自爆されても安心ですね。うむ、自爆されて生き残って、経験値が入っちゃうとびっくりだからな。やりましたね、兄貴。ストラボスの全滅レベルダウンに成功ですね。うむ、ちゃんと HP9999 化されてるな。うろう、魔石ボーナスもそのままですね。
よし、ストラゴスの全滅レベルダウンが手順にできたからな。ここでセーブだ。兄貴、見てるだけでお腹いっぱいですよ。これを何回もできますかね。いや知らん。手順は決めてやったからな。次は作業の見積もりだ。兄貴、変な表を作っているなら、作業をしてください。アホか、計画も立てずにやってられるか。終了地点が見えない作業は、怖すぎるわ。ということで、机上の計算では、8回やると完了だから、同じことをあと7回な。あとやっとけよ。マジか、これは人類が何回もできる作業なのか？兄貴、もういねえわ。兄貴がさっき、レベリング時間だけは出しといてくれたから、だいたい40分から50分ですね。それをあと7回だから、レベリングは、あと350分かかるぞ。6時間ですよ、1日じゃ無理ですよ。よし、レベリングしたら、セーブですね、兄貴。同じ画面でも、同じ日の作業じゃないから注意ですよ。こっからが狂ってますよ、兄貴。1回あたりの全滅レベルダウンの時間は、40分だから、1セットあたり90分ですね。それを8回だから、ストラゴスの育成には、12時間かかりますよ。あれ、もしかしてぬるい作業だったか？兄貴。どうだ、土日で終わったか？兄貴、12時間もかかっちゃいましたよ。うむ、見積もりの通りだな。いい出来ではないか。よし、崩壊前のストラゴスが仕上がったところでセーブだ。兄貴、ストラゴスの育成は、作業も動画編集もくたくたですよ。うむ、作業が狂ってるからな。誰も動画にしないわな。やりましたね、兄貴。ついに最強が、3キャラ揃っちゃいましたよ。うむ、ここから先も地獄だが、今回はここまでにしとくぞ。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッと直していただけると、ステータスのやる気がアップします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。